アドグ RU8 ジャスーパーシートバス。コトヒラバス株式会社とは、本社を、香川県中田土郡コトヒラ町に持つ、観光バスタクシー会社。通称コトバス。規制官は以前から、貸し切りバス事業を行っている老舗企業である。香川県で最初にスーパーハイデッカーを導入した。また、四列ながらも、電動式、リクライニングと、レッグレストを備えた、車両。 スーパースリーパーは新州方面へのスキーツアーなどで注目され、グループ以外の旅行会社のスキーツアーパンフレットにも、コトヒラバスのスリーピングシート車両仕様と PR されるほどであった。現在も積極的に新型車両を導入しており、2008年は中型新台2台、8月に大型三列シート車を導入した。規制緩和後、 関西を中心とした、いわゆるツアーバスブームに乗り、同社も、主にグループ旅行会社、新日本ツーリスト企画の主催旅行として、香川、徳島県内東京の夜行便と、東京大阪線、さらに同区間運行後の帰着、送り込み回送兼用の香川県内大阪線の運行を行っていた。2008年8月からは、福岡にも運行していた。なお、 2013年8月1日からは、いわゆる新高速乗り合いバスとして自社が運行している。かつて言トバスの車体表記を言トバスと書いていたことがあった。また、タクシー事業も行っており、2003年8月からは、うどんタクシーの運行を開始している。なお、同一県内にある高松、コ平電気鉄道系列とよく混同されるが、資本関係は一切ない。 過去には2007年3月26日放送分の報道特捜プロジェクト責任者出てこい怒り爆発スペシャルで密着取材を受けていたが四国運輸局が関越バス事故の事件に対応して緊急監査を実施し2012年12月5日に結果を発表運転手の拘束時間や連続運転時間が基準を超えていたことが分かった 四国運輸局の緊急監査で車両3台を10日監視を停止とする行政処分を行ったことが判明。乗車勤務では高速時間や休息時間の違反が計8件あったほか、連続運転時間も基準の4時間を1時間以上超えていたケースが2件あった。コトバスエクスプレスの名称で高速路線バスを運行している。2013年7月31日までは、 系列の旅行代理店、新日本ツーリストが主催するツアーバスだった。以下のシャトルバスは、蒸気路線への乗り継ぎ専用で、単独での利用はできない。ありがとうございます。